音楽を再生すると楽しいの。ホーム画面でレコードを回る。57577の31文字でデジタルに関する単価を読むデジタル教室単価部です。スマホやタブレットで音楽を聴いている人は多いでしょう。標準アプリの音楽プレイヤーでも、プレイリストを作ったり、リピート再生やランダム再生などが行えますから、十分便利ですよね。ただ、標準アプリではなんだか味気ない。そう感じることもあるでしょう。そんな時には、MD ビニールというアプリを試してみてください。ウィジェットとしてホーム画面に配置すると、音楽再生時にレコードが回るようなアニメーションを楽しむことができます。もちろん、音楽プレイヤーとして、標準アプリにも負けず劣らずの機能を搭載していますから、今までと変わらず音楽を楽しめますよ。今回の単価は画像付きでインスタグラムやツイッターにも投稿しています。またデジタル教室ではアプリやパソコンの使い方などの情報をウェブサイトや YouTube、ポッドキャストで配信していますので、概要欄からアクセスしてみてください。デジタル教室、単価部でした。